どうも、水草大好きカプラです。おはようございます。このチャンネルを見てくれてる方はご存知かと思いますが、私は水草が好きです。皆さんが部屋に観葉植物を飾るのと同じように水草を部屋に飾ってます。水槽インテリアとしてあまり手間をかけずに綺麗に飾ることを目指してます。今は8個の水槽を管理していて、小型水槽を含めると11個あります。どう考えても水槽がありすぎです。昨今の災害事情を全く考えず、2階の屋根裏部屋で水槽を管理しています。これだけ水槽があると3日に1回の水替えや毎週末の定床掃除、2週間に1回の水草トリミングで日々忙しいんじゃないと思われるかもしれませんが、意外にも日々何もしていません。水替えは数ヶ月に1回、トリミングも2ヶ月に1回程度、苔掃除も1ヶ月に1回程度、魚の餌も1週間に2度程度です。水槽丸洗いなんてのは数年に1回しかしてません。普通に仕事をしたり、土日は家族と出かけたり、 YouTube を作ったり、日々の水槽管理をする時間はほぼありません。似たような生活を送っている方で水槽を作ってみたいという方は、うちのチャンネル参考にしてください。忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画作ってます。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。そんな経緯もあって、大きな水槽がたくさんあっても管理はほとんどしていないので、最近小型水槽に力を入れてます。手軽に部屋のどんなところにでも置けるからいいんですよね。小さな小型水槽でも綺麗に水草を生やせるので、インテリアにも向いてると思います。さて、今回小型水槽を新しく立ち上げました。綺麗な水草が生える30センチロータイプの水槽です。この水草は他の水槽でトリミングをしたものです。うちの水槽は2ヶ月に1回のトリミングをしているので、言ってみればようやく採取できた愛を込めて育てた水草です。私の精鋭部隊がここに揃ってます。さぞかし綺麗な小型水槽になるだろうなと、ワクワクして水草を植えました。これは立ち上げ初日なんですが、3日後にこの水槽はとんでもない変化を遂げました。それがこちらです。完全に終わった気配がします。春の息吹を感じる心地よいそよ風の吹く草原から、一気に大寒波に見舞われた冬景色に変身を遂げました。数多くの水草水槽を作ってきて、こんなに水草を傷めたのは初めてです。しかも3日でここまで変化したのはさらに初めてです。正直私自身も驚いています。この変化は確実に立ち上げ方法に原因があると断定しました。同じ環境で綺麗に水草が育っているっていう中で起きたこの水槽だけの悲劇です。この水槽に何があったのか、この水槽はどうやって立ち上げたものなのか、それを一緒に振り返りながら見ていきたいと思います。皆さんは何が悪かったのか、このビデオを見たらおそらくすぐにわかると思います。ぜひ正解はコメント欄に書き込んでください。今回は水槽を作り終えたところから始まり、だんだんと最初に戻っていくようにします。こういうふうに時系列を少しずつ戻していくと、どこでミスをしたのか分かりやすいですよね。現象から原因を突き止めるのに有効な方法です。まずは現在の様子です。完全に水草は真っ白になっています。カビや水の濁りはありませんね。水の流れも維持されていて、 CO2 も添加しています。 CO2 添加量は非常に少量です。ライトも十分な光量が与えられてます。十分明るいです。水質を測ってみましょう。測定結果がこちらです。 pH が酸性寄りの6程度、硝酸と亜硝酸がフルマックス状態でした。立ち上げ直後にここまで硝酸と亜硝酸がフルマックス状態なのは初めての経験でした。ここ数年間こんな数値を見たことがありません。水に何かが起きたということがここで分かりました。ここから毎日全換水を毎日行いました。ですが水草は真っ白な状態から
戻ることはありませんでした。さて、時間を戻して立ち上げ直後の様子です。水草がとても綺麗です。今となっては懐かしい。苔抑制のためにマルゴードクターを入れています。 CO2 添加もしています。この辺りは他の小型水槽でも同じように立ち上げています。 CO2 添加で使っているのは化学反応式ボンベです。もともと小型水槽をこのボンベ1本で管理しています。ですが CO2 の使用量が非常に少ないので分岐をして今回この新しい水槽にも CO2 を分けてもらいました。フィルターは小型の外掛けフィルターを使ってます。露材は発想ろ過フィルターのみです。同じ構成で他の水槽でも順調に管理ができているので今回も同じように使いました。使ったお水は飼育水です。他の水槽からもらってきた水を 100% 使っています。水道水は1滴も入れてません。この立ち上げ方法はかなり有効的で他の水槽でも同じように立ち上げてます。水が仕上がるのが早くなるんですよね。ここまで見た感じでは他の水槽の立ち上げ方と全く一緒です。何か問題があるようにはちょっと思えません。次に水草の植栽です。一本一本きれいに植えていきます。使った水草は他の水槽でトリミングしたものです。トリミングした水草をそのまんま使ってます。まさに今切ったばかしの新鮮な水草を使っているので水草自体は非常に元気です。他の水槽からトリミングをして直接この水槽に植え替えてみました。植栽にかけた時間は40分程度かけて植えてます。植える場所を間違えて抜いたり刺したりはしていますがほぼ水草自体に乾燥はなかったですね。次にソイルです。ソイルは吸着系の代表的なプラチナソイルを一番上に敷いてます。その下には栄養系のネイチャーソイルのパウダータイプを使っています。両方とも2年前ぐらいに購入したソイルなので若干古いですがまあそこまで水質に影響のあるソイルを使ってはいません。現にこの古いソイルを使って立ち上げた小型水槽も今非常にきれいに管理できています。プラチナソイルの下には栄養系のネイチャーソイルのパウダータイプを使っています。上の層にプラチナソイルで吸着系、下のソイルにネイチャーソイルで栄養系という風に2段構成にしています。この構成だと立ち上がりが早くてしかも水をきれいに保ちながら水草も根が張ってくると成長具合が安定するので楽に立ち上げができます。ソイルの厚みはトータルで5センチ程度です。これだけあれば水草もしっかり根が張ります。一番下の最下層にはセリアで買った配合肥料を1袋使って敷いています。今回初めて使ってみて実験的な水槽立ち上げをしてみました。これでうまくいったら面白いなって思ってやってみました。これ以外は普段からやってる立ち上げ方法と全く同じです。惜しげもなく全部使いましたね。主な主成分を最後に変えて終わります。皆さんも栄養素、特に水に溶けやすい栄養のやりすぎにはご注意ください。用法用量を守って正しく